2011年中国杯は2011年に中華人民共和国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2011-2012ISU グランプリシリーズの第3戦である。2011年中国杯は2011から2012年シーズンに開催された中国杯。2011年11月4日から11月6日に かけて、シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が、上海の上海東方体育中心で行われた。今シーズンより、グランプリシリーズの各大会は、男女シングルとアイスダンスの出場選手枠が減らされ、男女シングルは、各10名に、ペア及びアイスダンスは、各8組となった。今大会開催国の統括団体である、中国スケート協会に対しては、 各種目で最大3人の出場枠が用意された。男子シングルブライアン・ジュベールと関ヶネバヤシが大会直前に欠場を発表した。ジュベールの欠場は背中の怪我による。ペア法制、統計組、超越、往来組が出場を辞退し、スケートカナダにのみエントリーしていた、随分制、半層組、うこさめ、金洋組が追加で選出された。 アイスダンスクセニアモンコ、キリルハリャビン組が出場を辞退し、エミリー・サミュエルソン、トット・ギレス組が追加招待された。各競技の上位成績者には、2011、2012、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000メドルを差し引かれるとされた。 競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベドル、支払われるとされた。ありがとうございます。